今日は高音域の不調ですね、高音域の不調について、説明していただきます。子宮ちゃん、はい、うん、ね、子宮ちゃんのちょっと声が小さいという意見があったので、本当、誰がそんなことを言ったの、はい、コメントでね、ぜひちょっと大きく積極的に話に絡んでいただけると、はい、子宮にガスチャンネルもいいかなという、集中力ゼロなんだよね、基本的にね。本当そうなの、そう思うよね。集中力がない人の特徴って何だと思いますか。うまく持ってったけど、じっとしない、じっとしない、うん、これね、やっぱりエネルギー不足なんですよ。もう絶対これ本当にね。じゃあなんか美味しいものを買ってきて。美味しいものを買ってくるだけではダメだというところをぜひ今日覚えていただけたらというふうに思います。で、今日のテーマ何だった？そういえば。高音期の不調。高音期の不調ですよね。高音期の不調はじゃあ何かっていうとやっぱこれなんですよ。で、高音期ってさ、低音期より体温って高いから高音期なわけじゃん。うん、っていうことは。まあ、36.2 ぐらいから、まあ、プラスの 0.5 だから 36.7 ぐらいにならなきゃいけないって話じゃないですか、うん、ということは、うん、その分何が必要ですか。エネルギー。そう、その分エネルギーが必要になってくるっていう形ですね。まあ、ここでもこうもちろんね、ある程度代謝が上がらないといけなかったりするんだけど、今期の方がどちらかといえばエネルギーがたくさんいるんだけど、これが少なかったらどうなります。体温上がらない。上がらないですよね。体温上がらないと、上がらなきゃいけないのに上がらない状況って話になってて調子悪いわけですよね。だから皆さんちょっと手挙げていただいてよろしいですか。はい、じゃあ高音期になんかぼーっとするよって方手挙げていただいてよろしいですか。はい、しきゅうちゃんね。はい、高音期に限らずです。高音期に限らずね、まあ、そういう方もいると思うんですけども高音期に朝起きれない人っていらっしゃいますか。いますね、しきちゃんですね、ではもう一つ、高音期にむくみが出る人っていらっしゃいますか。手を挙げていただいてよろしいですか。いらっしゃいますよね。しきちゃんも自信を持って挙げられてましたけど、全部ここの部分のエネルギー不足っていうふうに思ってくださいですね。まあ妊活についてもね、そうなんですけども、高音期ぼーっとしてやっぱちょっと仕事にならないよなんて人すごく多いって話ね、昔もしたことあると思うんですけども、まさにそうだよね。エネルギーが必要なんだけど足りなくなってくるから調子悪くなってくるんだよっていうのはちょっと皆さん覚えておいていただけるとね、いいんじゃないかななんていうふうに思います。で、妊活について言うと、この時期っていうのは大切ですよね。それこそこのエネルギーで体温が上がることによって古い卵とかね、しっかりと処理してくれるってタンパク以下なんていう言い方しますけども、低温期は基本的にエストロゲンですよね。低温期はエストロゲンで、高温期はプロゲステロンですね、まあ、P4 って書いちゃったけど、っていう形なんですけども、まあこれの作用としてはね、やっぱり古い卵を消して次の排卵に備えて大掃除するっていうイメージですよね。じゃないとここの低温期に来てまだなんか残ってるような状態になっちゃうとうまくないわけじゃないですか、ね、これがこう皆さんピカピカな状態である程度なるにはエネルギーがいりますよというところでお考えください、ね。高温期上がらないような人っていうところですね。体温って大切だよね、やっぱりね、うん、やっぱ体温って大切だななんていうふうに思います。高温期の指標としてはやっぱりね、なんやかんや言っても体温大切です、ね。体温が上がる要素としては、まあ、さっき言ったようにこの P4 ですね、プロゲステロンっていうものと、やっぱり甲状腺ホルモンである T3 ですね。 T3 っていうのがしっかり上がらないといけないっていう形ですね。で、これあるお医者さんが言ってたんだけどね、血液検査って意外と当てにならないよねって話をされていて、へーって思ったんですけどね、そういうことを言うお医者さんもいるんだなって思ったりしたんですけども、これの値だけじゃなくてやっぱ体温で見るっていうのはやっぱりね、ある種一番いいんじゃないのなんていう話をされてました。これが上がらないっていうことは、まあ、P4 が不足しているのか、まあでもこれピルとか足しちゃえばさ、いけちゃうわけじゃないですか、ある意味ね。もうちょっとがこの T3 ですね。 T3 っていうものが、まあ、しっかり出るとか、まあ、必要なんじゃないのかなというふうに思います。まあ、これ専門的な話になってくるんでね、いろいろあれなんですけども、これプラスしていくんだったらやっぱり糖代謝っていう言い方するとちょっと難しいと思うん
ですけども、糖代謝というものを良くしていくっていうところがやっぱりすごく、ね、大切なんじゃないのかななんていうふうに思います。そこで安定してエネルギー代謝をしていくにはきっかけをなんか作るのが大切だったりするんですけども、これ、ね、ぶっちゃけこれってやっぱり B 群っていうのかな、まあ、コンプレックスなんていうんですけども、あの B コンプレックスってあるじゃないですか、あのビタミン B が全部入ってるようなやつってあったりするんですけども、あれってやっぱり体の代謝を上げる最初のこうきっかけを上げるにはやっぱり必要なんじゃないのかなって最近思ってるんですよね。でうちの方でも作ってますけども、 B を入れることによってなんか細胞の中のさ、その糖を使ってこうエンジンがかかるんですよね。ガソリンをこう使え、ガソリンなんでこれね、ガソリンを使えるようにするにはこの B がいるっていうところを考えると、使う方が手っ取り早い人が最近は多いんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。でこれ葉酸取るのにさ、どうせだったら他の B 群も使ってしまえっていうような形でね、やっぱりなってて、うちのこれ商品なんかでもなんか一通り入ってる形なんですね。 B 群っていうものが一通り入ってる形になってきて、糖代謝良くしてってね、まあ、結果としてエネルギーなんてね使って体温を上げていこうっていう形の計算になってるんだというふうに思ってください。体温が上がると何が起きるかっていうとね、さっき言った話になりますよね。古い卵を消してくれるっていうような状況になるので、まあ、これを取るよね、あの安定して上手に取っていただきたいんですけども、それを代謝できるかできないかって話になったらやっぱまた別なんだなーなんていうふうに思ったりします。今期安定しない方、なんか調子悪くなっちゃうっていう方、そうですね、やっぱり B 群おすすめですね。エネルギー代謝良くして、まずはほら体のエンジンね、卵巣とか子宮のところの細胞のエンジンを一回かけなきゃいけないんでね、そのきっかけとしての B っていうのはとっても有効なんだなっていうふうに思っておいてください。しくちゃん、はい、まあこれ一言で言うとさ、はい、体温低い人 B 飲もうよって感じだね。だ低温期も上がるからさ、うん、ね、そんな感じになります。だからその上で何かしくちゃんからの補足はない？体温が上がらない、うん、糖が足りない時もある、うん、糖はね、と難しいところだよね。足りない人もいるかもしれないよね、うん、またでも他の代謝経路回すのもこれ必要だからねっていう話ね。ケトンジェニックみたいなね、体温を上げるためには保温器はもうちょっとプラスするとしたら軽めの運動とかですか？そうだね、やっぱりこれって最後はさ、これミトコンドリアさんなんですよ。ミトコンドリアさんが活動するっていうところにならないと体温って上がりきらないと思うので、これ活性化するのは絶対いいですよ。軽めの運動だね、本当にね、あの軽めでいいと思います。でなんかここ少慢って意外とこう運動激しくやられてる方多くてね、なんかそういう方、激しくやりすぎてる方って、マラソンとかやられてる方って意外と成績悪かったりするんですね、妊活のね。で考えると、まあ、適度の運動っていうのもこれにプラスしてねやってもいいんじゃないのかなというふうに思います。しくちゃんいいこと言ったね、今日ね。いいこと言った最後ね、えらい考えてるね。まあそうですね、体温低い人はちょっと B 試してみるのって一つありかなと思う。なんかねこれ糖代謝にも関わってるから、夜のさ、あの血糖値安定させてくれる作用もあったりするんですよ。 B って B6 とかだよね、うん、あの ALT っていうのがその乳酸からエネルギーをやってくれて、寝てる間食べれないじゃないですか、うん、だから空腹になると夜中起きちゃったりするのも助けてくれたりするので、あの夜の糖代謝悪くってね、特に体温低くなりやすいので、そういう人とってもおすすめです。